動画撮影でアクティブ D ライティング活用。暗い場面でアクティブ D ライティングを使うと ISO を下げて撮れるという情報があったので、明るい場面でも効果があるのか調べてみました。まずは暗い場面での効果を確認します。普通に撮影すると ISO4500 になりました。アクティブ D ライティングを H プラスにすると ISO2200 に下がりました。 ISO が下がった分ノイズは減りました。次に明るい場面で効果があるか検証します。照明を当てて白飛びを発生させています。アクティブ D ライティングを H プラスにするとさらに白飛び部分が多くなりました。絞って光量を落とします。白飛び部分はなくなりました。絞りを戻して ND フィルターをつけました。白飛びはなくなりました。絞りを使っても ND フィルターを使っても画質の低下はありません。明るすぎるときは絞るか ND フィルターをつける方が効果的のようです。